の速度でうんこをしたらどうなるか考えたことがありませんか？彼は今猛烈な便意に苦しんでいます。今日はこの長月くんで人間が高速でうんこをしたらどうなるか検証していきたいと思います。まず残念ですが、うんこは高速に到達することはできません。アインシュタインの相対性理論によると、質量がある物体は高速に達することができないからです。ただし光の速度に極めて近づく 99.999999999% になることは可能なようです。長月くんの極限まで鍛え上げられた肛門括約筋から放たれる高速に限りなく近いクソを実際に見ていきましょう。秒速約3億メートルの 99.999999% で発射された 200g の長月のうんこは、単純なニュートン力学の計算でもエネルギーにして 20k メガジュール以上になります。これは広島に投下された原爆の200万倍近いエネルギーになります。さらにそれだけではなく、相対性理論によると、高速に近づくとうんこの質量は無限大に近づくので、計算できないほどの力が地球に加わることになります。それによりマイクロブラックホールが発生し、地球は破壊されます。やばい、長月のうんこで地球がやばい。この動画はあくまで仮定に仮定を重ねた逆想定動画で、正確な予想については